料理に興味津々の女の子が親子で作れるイケてるレシピに挑戦いけめし今日は鈴木先生ですよろしくお願いしますよろしくお願いします今日作るのはやみつきになるスイーツせーのこちらです濃厚でクリーミーな味わいが楽しめる黒豆マスカルポーネ パリパリに焼いた餃子の皮チップスにリップして食べる美味しくておしゃれなスイーツです材料です黒豆とマスカルポーネチーズを1 0 0ムずつはちみつ 10g、餃子の皮10枚、バターとグラニュー糖をご用意くださいでは最初に黒豆の汁気を切りましょう ルちゃんザルの中に入れてもらっていいですかはいはい、はい、OK ですここで今日のイケメシポイント今日のポイントはマスカルポーネチーズは酸味や塩味が少ないえフレッシュチーズなんですけどもとてもミルキーな味わいなので黒豆によく合います では柔らかく練ったマスカルポーネチーズにこの黒豆を入れて蜂蜜を入れます黒豆ささないいように優しくく混ぜてください大人の方だけで食べるならラム酒を入れていただくと美味しいんですけれどもお酒が苦手な方やお子さんが食べる時はラムエッセンスっていうのもありますので試してみてください。 続いて、餃子の皮チップスを作ります。餃子の皮をオーブン皿に並べて、ここにこの溶かしバターを塗っていきますね。全体になじませるような形で塗っていきます。バターは両面にしっかりと塗っていこう。分量のバターを全部使う感じでオーケーだよ。 はい全部に濡れたのでここにお砂糖を振っていきます今日はグラニュー糖を使いますねグラニュー糖を振ったら200度に予熱したオーブンでおよそ7分から8分焼いていこうはい焼けましたこんがりときつね色に焼けました 餃子の皮のチップに黒豆のクリームをつけて食べましょうはい。イタリアのクリームチーズマスカルポーネチーズを使った黒豆マスカルポーネができましたチーズのコクと黒豆の食感が楽しい和を感じるスイーツですいただきます 餃子の皮がパリパリとしていてマスカルポーネチーズの甘さとよく合います口どけがいいので食べやすいですはちみつの代わりにお砂糖やメイプルシロップを使っても美味しいですマスカルポーネチーズが手に入りにくい場合はクリームチーズや水切りヨーグルトでも代用することができます餃子の皮チップスがおすすめですが市販のクラッカーやクッキーでも代用できます ぜひ皆さんも作ってみてください。